このセールチア女学園の鉄の掟を教えとくわ。鉄の掟？こちらです。お嬢様と執事の恋愛禁止？そう、残念でしょう。どうぞ様、よよいよよーい。全然関係ねえってんだろ。正直に言いなさい。見習いにした意味がないでしょ。君、柴田理人の弟で東雲メイとも仲良さそうだしさ。お姉さん、彼女が何者なのか教えてほしいな。メイ様の安全のためだ。絶対に本郷の名前は出すな。分かった、いいぜ。から、もういやー、嘘はんな。反応がガキだな。おめえだけは言われたくねえよ。大人気だな弟君。一発でクリアしたらしいっす、あの24時間直立不動。過去最高記録は2回目でクリアしたリヒトさんでしょ。それを超えるなんて兄弟揃ってすごいな。やっぱりリュウ、彼の執事としての才能が。ごきげんよう。お、何やってるの豆柴。うるせえ。遅いわよ東雲さん。授業まだ始まってないじゃん。3分前には教室で待機が基本なの。今日からは正式なクラスメートなんだから名前は許さないわ。そうそう、これからはルールを守ってもらわなきゃね。ちょっと何する気よ。執事の服装は私たちのランクで決まるのよ。ジャケットの着用が許されるのはルナの生徒に仕える執事か。東レランクだけが塩ビ服を許されるんだよね。泉、キバはまだまだ未熟者だけど。で、オンムラに仕える執事はジャケットなし。仕方ないわよね、仕えてるお嬢様が荒れそう。